はい、こんにちは。湘南けん玉部部長佐藤と日向です。新しい無限無双が発売されます。無限無双、今回もしぐち、しぐちであります。しぐちってね、あの建物を作ったりするこう、釘とかを使わない技法の一つだよね。はめ込む、うん、はめ込んでて、無限無双ならではの岩田和真氏が持ちうる力を、性を詰め込んだ、多分やってる分楽しんでる、ベッドシーンになっております。その無限無双で湘南けん玉部は概要作文をしていきます。無限無双って行きましょう。無限無双はそうやな、初めそうやな。無限無限無限っていうのは無があれやな、現在、現在、現在売られているけん玉の中で、ああ、はい、次に無やね、また無やね、難しい技でさえも、あら、スカイフィーだ、そう、相馬くんなら上手くできます。いやいや、言ってできたら、うん、しぐちの PV で上手くやってるけど、ね、いやでもね、まあこれで出来たとしてまあ完成やけども、相馬くんじゃなくてもできるかな、できるですよ、相馬くんができるならもう分かるよね、分かる。相馬くんがやってるみたいにうまくできますよ。 あ、そうや、それや、それや、うん、そう、みんなが思い描いている難しい技でさえも手に取ったらすぐにできるよ、その子みたいに。何満足してんの。せーの、無限無双。